はいどうも歌丸 GT です。今回は新ダンジョン安土城炎上の追加以来金色の采配のボスである鬼庭下月祭の簡単な倒し方を生放送中に発見したのでそちらをご紹介しようと思います。まず職業は何でも大丈夫です。必要な条件としてまず2キャラ以上いると楽なんですけども、ダメ4万2000以上出せるお供が2体以上いることが条件です。もし1体でやるのであればダメ8万4000以上出せることが条件となります。それでですね、結論を言ってしまえばお供の攻撃はなぜかね1にダメージが入るのでお供を使って1を先に倒してしまおうということです。1の下月祭の体力が25万程度なので上記のダメージを出せるお供がいれば即死攻撃をされる前に1を倒すことができます。では実際の戦闘動画の方に行ってみたいと思います。まず戦闘開始と同時にやることがあって、暗転中に目標指定を1につけるようにしてください。そうすることによってね、開幕のお供の攻撃から1に行くようになります。これがね少し遅れてしまうとお供の攻撃がねちょっとどこに行くかランダムになってしまうんで、これは必ず行うようにしてください。はい、この今のねお供の攻撃のように1にダメージが入りますんで、1はねお供に任せて、あとはもうプレイヤーの方はもう好きなところから落として大丈夫だと思います。はい、2発目ですね。こちらの攻撃でもう3分の2以上削れてます。はい、今回は獅子を入れてたので3回の攻撃で倒すことができました。倒す速さについてはもうお供次第というような感じですね。あとはもう消化試合というような感じになるので倍速で見ていきたいと思います。
このね、能楽の奥義初めて使ったんですけども、これもっと早く使えばよかったですね。ダメージがねめちゃくちゃ上がります。はい、というわけで終了ですね。時間にして10分ぐらいでした。まともにね戦うとやっぱり強いんで、まあ、このボスノックするのであれば音もありでやった方がいいんじゃないのかなと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。